どうもこんにちは、実は今朝ですね、昨日手術をして、今朝退院してちょうど自宅に戻って一段落したことで、ちょっと心配してくれて皆さんにご報告をと思いまして、これを撮影しています。実は私は、深部静脈性血栓症っていう病気に突然なってしまいまして、それで昨日の午後手術して、そこそこうまく手術がいって、退院して、戻ってきた次第なんですけれども、静脈のところに、血栓ですね、血の塊ができてしまって、そこで血流が阻害されてしまう。で、私の場合は、ここの鎖骨の下、胸の上あたりに最初血栓ができて、結局手術して中を見てみたら、ここから肩を通して、上腕の3分の1ぐらいまでの間にいくつもこう血栓がこう固まってできてしまって、その周りを、血流を、復活させる、そういう手術だったんですけれども、もっと簡単にいくと思ったら結構大変で、それなりに疲れました。で、普段健康なんですけれども、頭がこういうことになってしまったのをきっかけに、今コロナ時代でいろんな医療が大変になってますけれども、その時代に、自分の実体験としてですね、体験談をちょっと近く書いてみようかななんて思っています。その時にですね、いくつかポイントがあるんですけれども、一つは入院してみて分かりましたけれども、やはりコロナのことを対策ですね、いろいろ病院側がやっていて、ああなるほどなっていう、この世相を感じたようなところがありまして、そういうことが一つと、もう一つは医療費ってバカにならなくって本当に大変なんですけれども、そういう場合に社会福祉の観点からですね、低額所得者がどうやってこう福祉を利用して、健康のために治療していくのかと、そんなような視点でもですね、いろいろ調べて、自分の実体験と全体状況とこう調べてみようかなと思ってます。それともう一つはですね、保険のことなんですね。生命保険です。なんとか生命とかですね、いろいろあって、中にはがん保険とかもいろいろあるんですけれども、いろいろお金をかけているけれども、果たしてそれは有効なんだろうかっていうような視点と、自分自身がどういうふうに申請をして、どういうどこまでこう、保険によって助かったかっていうような、細々としたことをですね、報告っていうか、記事にしてみたいなって考えてます。でもちろんこの YouTube の番組でも、そういった社会的な視点も踏まえてですね、体験談を近いうちに、語りたいと思います。まずはですね、いろんな人に心配してもらいましたので、無事に手術を終えて、退院して自宅に戻ってきたということで、ご報告をと思いまして、この動画を撮らせてもらいました。それじゃあまた。